生まれました神宮球場です。東京ヤクルトスワローズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。まずはスワローズの先発小川が神宮球場のマウンドに上がります。さあ、イーグルス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。さあ初球は何か。アウトコース、ボール。改めてお聞きします、バッターの辰巳、どういうバッターなんでしょうか？まあ、ホームラン打ったかと思えば今度は盗塁、才能に恵まれたバッターですね。そうですか。ボールになります。ストライクが入りません。いい当たり、これはセンターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには鈴木。バントの上手い選手なので送る可能性が高いでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。いきなり牽制、セーフ。初球は何で来るか。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。さあ2球目は何か。打ちました、山田。アウト、ワンアウトです。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。まず何を投げてくるか。初球打ち、これはどうだ、破りました、センター前。サードランナーホームイン。イーグルス1点を先制しました。センター前のタイムリーヒット、1対0。序盤から試合が動いていきます。ランナー動きませんね。まあ向こうは平成走ってきた。キャッチャー二塁送球する。この盗塁は大きいですよ。チャンスになりましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。ファウルになります。牽制、二塁タッチもセーフ。低め外れています。打った、スタンド一直線、文句なし、入った。ツーランホームランが出ました。スワローズ、その差を3点に広げられる痛い一発となりました。追い込んでからの変化球でしたが、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターは5番岡島。スワローズ初回から相手打線に捕まっています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。
いまっすぐですよね。はい、アウトコース空振りストライク。ボールになります。さあ4球目は何か。打ちました。切れていきます。ファウル。打ちました。高いバウンド、サードゴロ、一塁へ。これで3連打。ワンアウトランナー一塁となりました。初球は何から入ってくるか。内から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。次が2球目。高めのボール、わずかに右に切れました。ファールボール。打ちました。この打球はファールグラウンドへ。これもファウル。いいボールでしたけどね。膝元変化球がわずかに外れています。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。一塁牽制、一塁はセーフ。打ちました。取った。二塁送球、二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回イーグルス鮮やかな攻撃で先に点を取りました。3対0イーグルス先制です。1回の裏スワローズの攻撃です。スワローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますイーグルスはご覧のような守備陣です。浅村、サード、阿部、ショート。イーグルスマウンドに上がるのは先発の則本。さあスワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは西川。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。さあまず1球目。初球ボール。切れていきます。ファウル。外を狙っていきました。ワンボールツーストライクです。インドを見送っています。さあ仕留められるか。インコース打ちました。いい当たり、センターに抜けました。先頭バッター出ました。スワローズノーアウトランナー一塁です。初球ヒー、打球はセンターへ。センターが取りました。打席には3番バッター山田。ワンアウトになっています。これが1球目。打ちました。ピッチャー取った。セカンドホースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。1回終わりました。3対0楽天イーグルスがリードしています。2回表に入ります。7番から始まるイーグルスの攻撃、伊藤が打席に入ります。
スワローズビハインドで迎える2回です。初球変化球は空振りです。2球目は何で来るか。低めの球、手を出しました。あっという間に2ストライクです。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール。インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている太田。まずはワンアウトを取っています。インサイド見送っています。これが2球目。アウトローを見送ってボール、ボール先行です。これが3球目。今のはバッターよく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ストライクが入りません。次が4球目。引っ張った、高いバウンド取った、一塁送球アウト、2アウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の則本がバッターボックスです。まあピッチャーといえども塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。そうですね。真ん中打ちました。切れていきます。ファウル。いいまっすぐですよね。インコース伸びのあるストレートで空振りを取ります。ノーボール2ストライクです。アウトコースは外れます。4球目は何で来るか。緩いボールで来ました。バットは動きません。よく見ています。3ボール2ストライクです。インサイド、この打球はフライになっています。西川が掴んで3アウトです。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。3対0、楽天イーグルスがリードしています。2回の裏、さあスワローズ、この回は4番から始まります。バッターは村上。スワローズビハインドで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから。打ちました、セカンド正面のゴロ、アウト、ワンアウト。打席には5番バッターサンタナ。則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。よく見ましたね。ボール先行です。
アウトコースのチェンジアップ、ストライクが入りません。まあここは一球見るでしょうね。なるほど。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、ツーアウトになりました。バッターボックスは6番中村、ツーアウトランナーありません。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。浅村が掴んで3アウトです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって3対0、楽天イーグルスがリードしています。ファウルになります。外低めのボール、ノーボールツーストライク。低め見送っています。ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。ワンアウトです。打順は2番鈴木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。前の打席はピッチャーにしてやられた感じでしたね。ここは挽回したいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。チェンジアップ外れました。ボール先行です。高め打ちました。これはファウルになりそうです。わずかに左に切れました。ファールボール、真ん中打ちました。ファールゾーン切れそうです。またファウル、ツーボールツーストライクです。バッターオスナアウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。打順は3番島内、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。よく決めてくれましたね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。自由自在のピッチングを見せます。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。低めの球、これは外れます。インコース変化球決まりません。平行カウント、引っ張った、ボテボテ、セカンドが前に来る、一塁アウト、スリーアウトです。この回イーグルス三者凡退です。3対0、楽天イーグルスがリードしています。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。改めてお聞きしますが、このオスナ、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来は一発を狙うホームランバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。い
今のは危ないボールでしたよね。ワンボールツーストライク。ファウルになります。高め外れました。際どかったですよね。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はライトへ。バッターボックスは8番長岡。則本まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。ファウルになります。打ちました。ここもファウルです。ストレート外れました。さあ仕留められるか。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。掴んでツーアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の小川が打席に入ります。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。初球打ちファウルになります。際どかったですよね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。低め見送りました。ストライクです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これが4球目。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終了3対0、楽天イーグルスがリードしています。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。これが初球。初球ボールです。まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。さあ3球目は何か。低めはボール。変化球ボールになります。打ちました。取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス岡島。先ほどの打席は内野安打でした。まずはワンアウトを取っています。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。バッターは6番阿部。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。真ん中打ちました。この打球はファールグラウンドへ。わずかに右に切れました。ファールボール。今のはよく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。次が3球目。
インコースに持っていきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。高めに外れます。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。引っ張った。サードが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。3対0、楽天イーグルスがリードしています。ヤクルトスワローズ4回裏の攻撃になります。西川がバッターボックスに入ります。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。期待しましょう。スワローズビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作り、インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。ファウルになります。3球目は何で来るか。インサイド落ちました。強い打球。打球の行方にお気をつけください。インコースボール。5球目は何で来るか。打ちました。サード取った。アウト。ワンアウトです。バッターボックスには2番塩見。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。ここは落としてきました。低め空振り。ワンボールツーストライクです。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ここはストライクはもちろん、際どいボールも手を出す。打ちました。センターへ抜ける。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。最初は変化球できました。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんて。2球目打ちました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。バッターボックス村上、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。このキャッチャーは送球がうまいですから、それを計算に入れて走らないといけませんよね。なるほど、そうですね。三塁二塁。さあ初球は何か。まずは慎重に外から入ってきました。バッター有利なカウントになりました。
塁へ、一塁アウト、これでスリーアウト。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。4回終わって3対0、楽天イーグルスがリードしています。5回の表7番から始まるイーグルスの攻撃、バッターは伊藤。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。スワローズビハインドで迎える5回です。さあ2球目は何か、打ちました、ライトに上がった、この打球はフライになっています。ライトが取りました。バッターボックス太田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球打ち、ここは打ち上げています。長岡が掴んで2アウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の則本がバッターボックスに入ります。ここは雑なピッチングにならないようにしたいですね。そうですね。これはスタンドへ入り切れました。ファールボール、変化球を持ってきましたがわずかに外れました。引っ張った、ファーストが取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回イーグルス三者凡退です。3対0、楽天イーグルスがリードしています。赤星さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。今日のストレートの走り具合や変化球のキレも分かってきたと思いますから、ここからですよね。そうですね、バッターの奮起に期待したいところです。外、これは外れます。ボール先行です。高め見送っています。ストライクが入りません。さあ4球目は何か、打ちました、高い打球ライトへ、ライト掴んでワンアウト。バッターボックスオスナ、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。次が2球目、内へのボール外れました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。ワンボールツーストライクです。打った、高く上がった、ボールはそのままフェンスに直撃、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。初球大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。目に外れてボール、落ちる球、ここは狙っていくのもありのカウントですよ。打ちました、鈴木、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。
ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。5回終わって3対0楽天イーグルスがリードしています。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。楽天イーグルス打順よく1番から始まります。辰巳がバッターボックスに入ります。今日は盗塁が1つあります。スワローズビハインドで迎える6回です。低め、これは外れます。ボール先行です。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。ストライクが入りません。高め空振り、スリーボールワンストライクです。これが5球目。インコース詰まりました。ここはフライになっています。村上が抑えています。ワンアウト。バッターは2番鈴木。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。切れていきます。ファウル。2球目打ちました。この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。打席には3番バッター島内。今日は盗塁を1つ成功させています。2アウトになっています。初球わずかに外れてボール。いい角度で落ちました。これが3球目。変化球タイミング合いません。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。まあここは際どいところも当てていかないといけませんね。インサイド落ちます。あっと取れない。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。初球打ち、わずかに左に切れました。ファールボール。ランナー動いてきませんね。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。ああ、なるほど。次が4球目。空振り三振、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。3対0楽天イーグルスがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。先発の小川がバッターボックスです。調子は悪くなさそうですが代打を送って攻めていくべきじゃないでしょうかね。そうですね。この低いボールは外れます。ボール先行です。スライダー外れます。ストライクが入りません。4球目は何で来るか。インサイド落ちました。ファールゾーン切れそうです。ファウルになります。打ちました。ここは打ち上げています。阿部抑えてワンアウト。
打順は1番に帰ります。バッター西川、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。高め外れてボール。アウトロー外れます。打ちました。サード取った。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。初球は何で来るか。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。ええ、ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。引っ張った。さあどうだ。レフト掴んでツーアウト。バッターボックスには3番山田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。ランナー走りませんね。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、まあバッターのために早めに走った方がいいというのはありますけど、まだ分かりませんよね。変化球を投げてきそうなタイミングを待っているのかもしれませんね。なるほど、そうですか。打った。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入りました。ホームラン。ツーランホームラン。1点差に詰め寄る一発となりました。低めでしたが、インコースをうまく逆方向へ流し、スタンドまで持っていきました。らしいホームランを見せてくれました。これで1点差まで詰め寄りました。バッターは4番村上。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい。ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。スワローズ、ホームランで得点を挙げています。赤星さん、ここは追い上げたいですね。そうですね、ここはとにかくつなぐ意識を持って打席に入ってほしいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。伊藤、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回スワローズ点差を縮めていきます。6回終了、3対2、スワローズが1点差まで追い上げました。7回の表イーグルスの攻撃、バッターは5番岡島。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。スワローズ1点ビハインドで迎える7回です。外を狙っていきました。さあ3球目は何か。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。打ちました。村上、アウト、ワンアウト。打席には6番バッター阿部。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。
初球打ち、この打球はファールグラウンドへ、切れていきます、ファウル。緩いボールを持ってきました。よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。引っ張った、またサードゴロになる。一塁送球アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは7番伊藤。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました、ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。アウトコースへのカーブはボールです。打ちました、痛烈な打球。この球は外れています。3アウトチェンジ。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。3対2、イーグルスが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、スワローズの攻撃に入ります。赤星さん、バッターとしてはなんとか先発ピッチャーに勝ち星をという気持ちも強いでしょうね。まあそうですよね、ここまで頑張って試合を作ってますからなんとか応えたいですよね。バッター陣はそのピッチャーの頑張りに応えられるか注目です。ノーボール2ストライクです。よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は6番中村。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。入りました、ノーボール2ストライク。次が3球目、内へ持ってきましたが外れました。膝元をつきましたが外れました。変化球空振り、2アウトになりました。打席には7番バッターオスナ。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。そうですね。2アウトランナーありません。低め、あっという間に2ストライクです。よく見ましたね。これが4球目、
これは低いところに持ってきました。平行カウント、低め外れました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。鈴木が抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって3対2、1点リードはイーグルスです。これから8回イーグルスの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号17、清水が2番手としてコールされています。これから8回イーグルスは代打を送ります。バッターボックスには代打の小深田。スワローズ1点ビハインドで迎える8回です。最初は変化球できました。ボールになります。低めはこれは入っていました。ここは150キロを超えてきます。外の低めです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ勝負してくるのか。打ちました。痛烈、三遊間抜ける。先頭バッターを出してしまいました。バッターボックスには代打の山崎。ヒットでランナーを一塁に置いています。これはどうか、セカンド取った、アウト、ワンアウトです。さあそしてバッターボックスには辰巳が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、ランナーを得点圏に背負っています。まず初球しっかりと見極めました。この球は見送ります。3球目は何で来るか。あっと低めいっぱい。低めの変化球、空振り。さあ追い込みました。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。これでフルカウント。このピンチ見事三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。さあこの場面で打席には2番の鈴木が入っています。2球目は何で来るか。ボール、高めの変化球は見送ります。変化球打った、切れました。ファウル、フェアならば貴重な追加点というと。このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここは守りきりました。
8回の裏スワローズの攻撃です。そしてイーグルスはピッチャーが変わります。鈴木が2番手としてマウンドに上がります。8回の裏スワローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の青木。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。まず何を投げてくるか。初球空振りです。内への変化球は決まりません。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。さあ5球目は何か。ファウルになります。引っ張った。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには代打の濱田。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。初球は何から入ってくるか。初球空振りです。低めの変化球は決まりません。ボールになります。外れました。ボールです。次が5球目。インサイド打ちました。高く上がった。頭上ぐんぐん打球伸びて、ライト掴んでツーアウト。打順はトップに帰って西川。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ツーアウトになっています。スライダー外れます。インコース決めました。ワンボールツーストライクです。3アウトチェンジ。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって3-2、イーグルスが1点をリードしています。これから9回イーグルスの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。小沢がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。これが2球目。いいと
ところに決まってますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。外れてボール。5球目は何で来るか。低め見送っています。フルカウントです。まあフルカウントは案外ボール球も来ますから。見逃し三振、ワンアウトです。打席には5番バッター浅村。今日はホームランを放っています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。ワンアウトランナーなしです。インハイ際どいコース、ボール先行です。今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。ストライクが入りません。ここは1球見ました。高め空振り、スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。打ちました。これはどうだ、センターに抜ける。これでマルチヒット。さあここでイーグルス代走を送ります。小郷がファーストランナーに入ります。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に背負います。バッターは岡島、そして塁上には小郷。まあ盗塁も考えられますから警戒はした方がいいでしょうね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。これでアウトを増やさずにチャンスに持っていきましたね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。全くその通りですね。外の低め見極めます。スリーボールになりました。もちろんタイムリーというところでしたが、よく守っています。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。いや今の難しかったと思うんですけど、素晴らしいプレーでしたね。二塁牽制、タッチもセーフ。おっとどうだ、これはスタンドへ入りそうです。右に切れます。釣り球、しかし誘いには乗りません。低め、これは外れた。外のボール打った、この打球は落ちるか、どうだ、スリーアウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。3対2、イーグルスが1点をリードしています。最終回スワローズの攻撃、そしてイーグルスがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。
西さん、こういった展開ですとバッターはどういった心境になるものなんですか。まあやっぱりね、打席に入るときはね緊張しますけどもね、まあでも塁に出ないといけないですからね。そのランナー出すことができるんでしょうか。低め決まってストライク。よく見ましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。空振り、ツーボールツーストライクです。落ちるボールはこれは外れています。3ボール2ストライク。打ちました。痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン、同点のソロホームランです。スワローズ、この終盤試合を振り出しに戻す大きな一発となりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。土壇場で試合は振り出し、一気にサヨナラとなるんでしょうか。大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。さてこの山田、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ球を前でさばくタイプのバッターですね。一発のある怖いバッターですよ。ああそうですか。変化球空振り、ワンアウトです。打順は4番村上。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。打ち上げました、高く上がった、ここはフライになっています。ピッチャーフライ掴んでアウト。打席には5番バッターサンタナ。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。アウトコース、空振りです。よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。さあ4球目は何か。打ち上げた、この打球はファールグラウンドへ。ファウルです。ボールになります。際どいですね。よく選びましたよね。はい、外のストレート、高めのボール打っていった、高い打球になった。最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後追いつきましたがサヨナラはならず、試合